さあ動画でじゃあね A リーグの方どんどん撮っていきましょうかね。まずはね1とどうしようかな1と4、1と4、1と4、2と比内さん、やぶさんのチームと GX さん、小白さんのチーム GX さん、小白さんのチームと比内さんとやぶさんのチームこっちの真ん中の兄弟でよろしくっす。じゃんけんしちゃってで動画の方でよろしくっす。今ね、俺真ん中見てます。今2-0、2-0ピザさんとジョニオさんが2-0で勝利。こっちだね。でさあ先方どっちなのかな。ヤブさん、ヤブさんのサナダだっけ。ヤブさんのサナダが先方ということです。そうですね。そうそう、今そこやってっから、じゃあ2と、あ、いや、こっちまず先やっちゃおう。90、92と、ボルテールさん、やったらこれ。そう、じゃあね、9と、8か、8、あ、いや、9、8か、どこだ、ちょっと待って、あ、また、ちゅんちゅんやんなきゃダメだな。97、97、スピノードさん、友之助さんのチームと、ボルテールさん、松さんのチーム、こっちの兄弟でよろしくっす。そこ。ね、あともう一個入ってくるから、10と、ちょっと待ってね。10と8、ピザさん冷静なんですけど、いいですかね。ピザさんとジョニオさん冷静なんですけど、いいですかね。大丈夫？いる？ピザさんとジョニオさん冷静でいいですか。あれ、尖閣のおじさんと那須さん、那須さん、那須さん、そうそう、さあ、今度はね、動画の方で A リーグの方を見ていきましょう。さあ、今回は、ヤブクロンの真田幸村と比内さんの毛利のチーム、対するは秀伏さんの兄貴のチームと慶平さん。あ、そう、違うか、かけた。そう、秀さんは俺の後ろにいるわ。どこだ、どこだ、ちょっと待って。あと、小白さん、小白さんの兄貴、失礼。小白さんの兄貴と、小白さんの兄貴と、ジークさんの差ですね。はい、失礼いたしました。いやー、人数が22人になるので、なかなか分かってない。申し訳ないです。さあ、ここで、まあ、真田兄貴の組み合わせなんですけども、大幅に、まあ、真田が有利な組み合わせになりますね。まあ、理由を挙げましては、まあ、剣心と大体同じ理由でですね、単品がナンバー2ぐらいに強い真田に対して、兄貴はお金を稼ぎに行かないという、ここら辺がかなりきついところになりますね。で、プラス、まあ、真田の護衛固めに対して、兄貴は非常にすることが少ないですね。1点読みなんですけども、それでもリターンは真田の方が上と。そう。抜けるためには1点読みしなきゃいけないんですけども、それでもリターンは真田の方が上。そこが非常に辛いことになりますね。そして今後はガーケンの距離を離していって呼んでいくのは2王。そうですね、1ラウンド取られてこの状況なんで早めの2王を呼んでいくのが正解になりますね。ここでジャンウェイ見えていたが、ジャンウェイオリギア当てて、ここかな、サナスペ。おっと、うまかったか。ここで壁が取れてしまって、さあヤブクロお得意の護衛連打、非常に擦るこの手は。ここで一色の隙をきっちり2王でフォローして、ここからおっと着地攻撃の隙に、さあ芝生決まって、エリアでも決まって、2王から拾い出し、その 2B が使ってしまって、ちょっと使ったが、ここで2王壊れてしまい、まあ、非常にまずい展開が、5A の隙をきっちりアッパーで取っていって、紅白さんが取り返す 1-1。 さあしかし開幕ロボがいない状況、これは非常につらい。しかもお金が2000以下になってしまうんで、1回触りに行かなきゃいけないですね。で、ここはジャンプ AA かな。さあ、ここで 5C 決まって、下 8B かな、ジャンシュは決まらず。そう、この固めは非常に兄貴つらいですね。しかしジャンシーを完全に取っていって、ここでダブルサマー出ない。さあ、サスケが、サスケから拾いをミスってしまったが、依然として真田はかなり優勢に進めている。昇竜カウンター、ここで 5A 決まって、8C からゲッチリ、サナスペ、これはいい高さ。さあ、これだとサナスペ決めて、ゲッチリ裏回り、ここはミスってしまうが、2回目、3回目、貪欲に決めていって、さあ
キッチンに線も取っていくのはヤブクロムの沢田幸村。さあ続いて出てくるのはひなりさんの毛利、対するは AGX さんの真田と。まあ真田毛利の組み合わせなんですけど、俺的にはまあそんまあ、じゃもちろん毛利有利なのは変わんないんですけどね。それはもちろんこのゲームで あの毛利が不利になるってことはありえないことなんで、それは変わんないんですけども、真田は一番対抗できるキャラとしてね、かなりやりづらいんじゃないかなと思いますけれどもね。まあ個人的には非常に面白い試合なんですけども、まあゴリオイチゴリ兄貴とかについでね、あの真田毛利とか結構面白い試合になると思うんですけども。さあ紫色の真田、こちらが GX さんの真田。 GX さんね、はい、この前遠すぎる、二度と来るかーって来てくる、さすが GX さん優しいですね。ツンデレ GX さんですね。バサラが目的じゃない、マジそんなことはないよ。 GX のストリートファイター 2EX なんとかとかありましたね。そう、 GX さんのためにね、入れたそうなんで、はい、こううちの店員どんだけ GX さん大好きなんだ。さあここでバックプの隙に初刺さって、ここで体力リードしているのはひなりさんの毛利。さあ早くも毛利軍は援軍100で進行中といった形。さあここでジャンエーが2へ下って、さあここは押していくターン、サナダが押していくターン、ビッチリダウン打ち、ダウンダメージを奪いつつ50で51で援軍呼んでいく。さあここは噛んでしまったので拾いづらいことになりますね。この場合は一段ジャンプで速を落として、通常フォームに行ってしまうのが、セオリーなんで、そこらへんやってくる。さあここで6シー広いからゲッチリ青ビートつないでいって、ここでさあ師匠の DS 第3を見習うかのごとくちょっとコンボミスってしまったが、しかしここでサスケ刺さって後ろからヤリヘイさん、さあゲッチリ6シーを2段ガードして、反撃確定の昇竜完全に決めていったが、ここでヤリヘイ刺さって、まず1段取っていったのはひなりさんのボリー。さあ昇竜考え決めてきっちり拾っていく。さあここから声裏手番、おっと今の難しい拾いだったんですけどね、 GX さんやり込みせた、非常にうまい。今みたいにね、サスケが、51以上ですと N 援軍ですと2ヒット以上するんで、2ヒットするんですけどね、そういった今みたいに1ヒットの場合でつなぐのは非常に難しくなってくるんです。その GX さんアドリブうまくつなげましたね。さあそしてここから 5A5B できっちり公園1つないで、さあマラソンタイム、真田のマラソン非常に減りますねでこの体力差で、カウンターしましても相手が真田なんで、毛利側としても結構リスクが高いんでね、まあ普通に、ゲージが溜まるのを待って、放置するのが両方の流れになりますね。そしてそれですね、で真田側はこの時間の間に援軍レベルを貯めるといった形になりますね。まあ、ちなみにね、このゲームマラソン中ですとかブーストかかってる最中はゲージがたまんないんで、そこら辺がね、あのエーバーしてるキャラ、マラソンキャラに対してはそこら辺がデモじゃねえよ、デメリットになってしまう。ただ毛利に関しましてはエーバー行かないと話にならないんで、そこら辺はね、きっちり決めて、さあ盛り上がってまいりました。1171レベルの真田、対するはレベル100の毛利。ここで攻撃相打ち、昇竜カウンターでここからきっちり、さあもう一回バタコンに行きたかったが、これバタコン行きたかったが、これミスってしまった。さあしかもなぜかコンボ決めていたのに体力負けしてるのは真田幸村といった流れ。ここら辺が非常にマジ毛利。さあ後ろから毛利出てきて、ここでジャン刺さってきっちり 5C が2段届かない前だったので劣化つないで、さあ声裏手もきっちり高いのでここは反復用のみ。さあそこへの判断も非常にうまい GX さん。さあ下水の真田使いやはり違いますね。ここで2ミが刺さって、ここは非常に美味しいところ。さあバックスの持続に初引っかかって、ここでダウンを奪っていくのは真田幸村。ここは押しまずガーキャン、そして毛利軍到着。さあここカウンター確定。さあ空対空でジャイアン取っていったが、このミスってしまい昇竜拳助け決まって、さあドットになってこれは分からない。さあここでめくりやりへ刺さって、勝ったのはさあひなりさんの毛利とやぶさんの真田幸村。おめでとうございます。やりますね。いやいい試合だった。さあ続いて動画内映してないとこどんどんいっちゃいましょう。秀吉さんとことね、どうしよっか。
秀吉さんとこと大H さん、マリモさんのとこでいっかな。大H さん、マリモさんのチームと